こんにちは、こんばんは。管理人のラフです。最近、姿勢刷新ネットワーク様のブログ更新がなく、寂しく思う今日この頃です。そこで今回は、憎き石丸伸二さんの東京都知事選前の渋谷での演説を見てみましょう。姿勢刷新ネットワークは、もしかしたら、とんでもない人を相手にしていたのかも。さすがです。負けると分かっていても、やらないといけない時が、男にはある、と言いますもんね。大和魂というやつですか。まさか、広島の山奥で、見れるとは思いませんでした。のしを巻いて送った、と自負する、石丸くん、かっこいいですよ。姿勢刷新ネットワークさんも、負けずに行きましょう。では、動画をどうぞ。みんなで、やっていきましょう。2万7000のこういう声もよく聞きました。田舎の小さな町を相手にするのか、1000万以上の東京都を相手にするのか、全く次元が違う。そんな甘いもんじゃない。そういう声私も聞きました。しかしいつの世でも時代が変わっている時というのは、本当に名もない若者たちが志を持って総合復帰をしていく、その小さな一滴が百滴になり、万が集まり、そして大海へと流れていく。そういった意味では石丸さんはまさにその一滴、自らの人生をかけて始められたんだろうなという場合に思います。今日東北からたくさんの方がお集まりであります。子どもたち、それから人生の先輩たち、みんな集まって、その中で共通することは、いい東京、いい日本、いい世界を作っていく、これだけは共通だと思うんでありますが、石丸さん、先ほど私のケネディの話、そして副大臣となってしましたが、ここにいらっしゃる皆さんを含み返して、そしてまた東京都民の皆さんに対して、そしてまた日本全国の皆さんに対して、皆さんにこんなことをしてほしいんだというような思いも伝えていただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。今動画を撮ったり写真を撮ってくださっている方多数いらっしゃいます、どしどし広めていただければと思います。もしかするとライブ配信されている方もあるかと思います。どうかある。じゃあ私からのメッセージをお伝えします。今善光さんからお話がありました。小さな田舎、小さな町でやったから何なんだ、東京はすごく大きいんだとか、それは難しいと思います。だからこそです。簡単だからやる、困難だったらやらない、そんなわけにはいかないんですよね。むしろ困難だからこそやらないといけないことがあるんだと思います。そこから目をそらし、耳を塞いで目を紡いでいたら、この先に責任を持てなくなります。皆さんに何を求めるのか、ただ一つ、皆さんに責任を求めます。今ここにいる私たちしか、この先の未来に責任は持てないんです。今日来ている、さっき11歳の女の子がいました。まだ選挙権もない未成年です。彼女に7年後、はいどうぞ、あとはよろしく、なんてことが言えるんですか。それまで私たちが
やるしかないんです。7年の間でできる限りを尽くして、そしてその先の世代にここまでやったんだと、全力を尽くしたんだと言って、最後そこまでできたならあとは頼んだよということもまた許されるんではないかと思います。なので今日ここでこの場にいらっしゃる方、そしてこれを何らかの方法で視聴してくださっている皆様に問いたいことは、我々が責任を持とうということです。前あるイベントで伝えました。今日ここでもう一回改めてお伝えします。私たちは、私たちが変えられる、これを信じてみんなでやっていきましょう。なんだっけ、あ、チャンネル登録と高評価最近やっと言うようになった。ぜひお願いします。